部ラジオ AM。 遅く起きた日曜。はい、始まりました、はい、第3回銀部ラジオ AM でございます。はい、こんばんは。はい、原島純平です。今優勝です。よろしくお願いします。よろしくです。はい、前回も聞いていただいてありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、あの反響がですね、まあ、うん、来てて、あの、うん、内海さんのトーク&演奏グッドでしたとか、二人とも声がいいですねとか、あの、いろいろありがたいお言葉いただいてましたよ。こんな声で、はい、いやーいやー、たまんないですね。はい、で内海さんのライブも終了しまして、いやー素晴らしい演奏でした。はいはい、あの YouTube の方でもですね、その模様がちょっと夢の中だけの、はい、あの演奏が流れてたりするんで、今後もアップしていく予定なので、皆様ぜひチェックしてください。見てくださいね。はい、あれ、あの YouTube 見れば分かると思う、あれコーラスけてんだろ、あれ。あ、俺です。うわ、イエー。はい、ちょっと何もそれ以上何も出てこなかったですね。はい、ちょっとリアルに恥ずかしがっちゃいました。いやいや、はい、バッチリよ。そんな感じでしたね。全然関係ないんですけど、はいはい、銀座の、うちの6丁目のアイムのお店の斜め向かいというか、うん、ちょっと行ったところに新しく、あの、八つ時さんっていう、あの、はい、はいはいはい、あのお菓子屋さんですか、ね、お菓子屋さん、ケーキ屋さん、ケーキ屋さん、まあ、ケーキ屋さん、ケーキでもっていうか、パッパッパッ、はい、あ、お、お、あ、お、あ、違うか。やめような、はい、はいはい、まあ、そこの、うん、あのプリンとかシュークリームとかケーキとか食べたんですよね。うん、食べた食べた、うまかったですね。うまいね。いや、たまんなかったです。あれさ、はい、シュークリームのさ、はい、なんか周りのあれなんていうの、かぼちゃの、あの、あ、パイ、生地ですか、生地、生地、なんで、シュー生地ですか、っていうのかね、あれの周りに中のクリーム、はい、すごい濃厚なのがバッチリ入ってたよね。そうですね、いや、ほんと美味しかったです。あれうまいよね。はい、なんかぜひみんな来たら、来たら食べていただくか、もしくは差し入れ待ってます。で、値段はいくらだか分かんない、ね、値段はちょっと、そうですね、いくらか分かんないですけど、まあ、ほんとうまかったわ。ええ、まあ、できたばっかしの店だもんな。そう、ね、そうそうそう、皆さんぜひ食べてみてください。はい、はいはい、なんか宣伝みたいになりましたね。いや、でも美味しかったんですよね、本当に。あの店がどうこうじゃないんだけどね、はい、ただうまかったってことだけです。はい、はい、でですね、はい、ゲストのコーナーは萩一君さんです。うん、はい、はいはい、アイムでもオープニングアクトだとかでもいろいろお世話になっている、はいはいはい、デザイナー兼、兼ロックンローラーということですが、まあ、詳しくはちょっと後ほどっていうことなんですが、ね、うん、はい、ちょっとこれも言わせてください。一つ、うちのですね、うん、お風呂の換気扇からですね、あの上に換気扇あるじゃないですか、上に、この前あの大量の水が落ちてきたんですよ。え、ドボ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 ぐらいです。なんで、原因は何。いや、で、まあ、あの管理会社にちょっとびっくりして電話したんですよ。うんうんうん、なんか最初なんか家出ようとして準備してる時に、うん、全然聞こえたのかな、うん、それで見に行ったらの風呂場だったんですけど、うん、で一緒で、あの大家さんに電話しまして、はいはい、そしたら、まあ、いろいろやってくれたんですけど、うん、何何何、はい、あの管理会社の人に頼んで、うん、上の階の水道の栓閉めてくれたりとかしたんですけど、うん、ただやたらなんか怖い口調で、おかしいですね、あの上に人いないはずなんですけど、うん、とか言ってくるんですよ。順平、はい、管理に暇なんだよ。いやなんか俺的には、あ、そうなんですかって言ったんですけど、うん、おかしいな、いないはずなんだけどなってめっちゃ強調してきて、順平の反応見たいんじゃないの。そのビビらせようとしてるのかなと思って、それで、あの、なんとか、まあ、それ止まったんですよ。うん、そうなんだ。その時もこれもビビらせようとしてるんだと思うんですけど、うん、原因はですね、わからないんですよ。なんだそれ。なんかワンテンポを置いて言ってきた。それ本当の話。あ、これ本当です。本当の話なんだ。はい、はい、で、あとなんか最後に、あと2ついいですかって言われて、うんうん、いや本当こんな感じで言われたんですよ。うんうん、あの一つ、あのインターホンなんですけどつって、あのインターホンちょっと調子悪いですって前に連絡したことがあって、あれ変えますかって言われて、あの、いや、でもまだ使えてるんで大丈夫ですみたいなこと言ったら、いや多分もうちょっとしたら全く使えなくなりますみたいなこと言われて、おーみたいな、うん、で、もう最後にもう一つ、お前は電気屋関係ねえじゃん、はい、最後にもう一つって言って、あの消火器置いてあるんですよ、あの玄関に。で、あの消火器あるじゃないですか、あれちょっともう交換するか、うん、あの廃棄した方がいいですね、うん、あれしばらくすると多分爆発しますって。嘘だ。いや本当に言われる。まあ、そうなんだ。それ管理人さんが言ったのは真偽のほどは定かではないですが、うん、なんか何かとビビらせてくるっていう、ね、管理人さんが、親父ね、はい、親父でしょきっと。あ、まあまあそうです、うん、暇でさ、はい、純平とさ、はい、友達になりたいんじゃないの。インターホンの話もそうだし、だとしたらやり方間違ってません。もうちょっと屈折してない友達になり方ありますけどね。でもさ、はい、何階なの今。あ、4階です。上は本当に、上は
屋上はあの5階は屋上ではないですけど、はい、何もないの。ただなんか人いないらしい。人がいないんですよって言われたんですけど、まあ、人がいないそうです。でも多分防水関係だと思うよ。まあまあまあね、大した問題じゃないと思うよ。ジュンペイってなんかあんまり結構古いんでしょ。古いっていうか、まあ、94年とか5年とかなんで25年ぐらいですかね。防水関係だな。まあよくある話だよそういうのって。かもしれないですね。まあなのでまあそういうやたらビビらせてきてなんだよと思ったっていう話です。なるほど、はい、ちゃんちゃんですね。はい、ちゃんちゃんです。はい、はい、それでは、はい、次コーナーに、はい、ゲストコーナーです、うん、でどうぞ。はい、では今日のゲストは萩いっくんさんです、はい、よろしくお願いします。はい、はい、燃えるシンガーソングアートディレクター、そしてロックンローラー。何ですよ、長いのそれ。いや、歌って踊れるあのアートディレクター、はい、あ、踊らないですけどアートディレクターなんです、はいはい、はい、歌うアートディレクター、はい、で、いろいろなアーティストの CD などのジャケットのアートディレクターを担当と。で、うん、バンドや弾き語りであちこちで音楽活動を展開していると。はい、はい、はい、いう方でございます。俺ともねよくねライブやるんだけど萩は、はい、まあ、まずじゃあいっくんちゃん、はい、まず自分のことをねあのちょっと紹介してもらえますか。はい、まあ、みんなね、はい、音楽が好きなんで、うん、音楽の絵作りと、うん、あと歌も歌っちゃってるっていう、はい、そういうスタイルですかね、うん、アートディレクターっていうのはっていうのは俗に広告用語ですけど、はいはい、絵の総合監督っていうか、まあ、絵の責任者だから、カメラマン選定したりとか、うん、ヘアメイクスタイリスト、あとは、はい、まあ、僕は自分でデザインもやっちゃいますけども、うん、まあ、絵のアイデア企画から、うん、あの定着までやる。でもさ、はい、萩は絵を描かしたらうまいんだよ、はい、俺も萩にいろいろ世話になってるんだけど、はいはい、ここはこれはラジオだからさ、はい、萩の作品見せられないけど、はい、すごい上手だから。いや、そうですね、萩な、いや、あのプロだね、さすがに自分でちょっと、うん、はい、いや本当プロうまい、うん、でね、はい、なんで俺は萩を知ってるかっていうと、はいはい、なんでだいや兄貴って僕は呼んでるんですけれども、はい、なんかね、何年前から付き合いも長くなり、正確な年数は分かんないですけど、まあ、10年近くということですか。10年ぐらいじゃない。もう10年以上元 は,、うん、で元はなんかラーメン屋で、ラーメン屋のライブ、ライブじゃない、ラーメン食ってたんだよな。ラーメン食ってたんですか。違うんだよ。違うと思う。違う、うん、もう覚えてないけど、うん、で、うん、どこだったんだっけ。そうだね、ちょっと思い出そうと、結構思い出せないですよね。何か言いましたよね。なんか吹きの塔とか、はい、あ、そうそうそう、ちゃんちゃことか、はい、その辺やってる時にハリーと知り合ったんだよね。 それのデザイナーもやった。ああ、なるほどなるほど。で、はい、こいつもこいつなんですけど、ハギなんでこんなこと言ってるか後で話すけど、はい、後輩、たまたま後輩だったんだけど、後輩っていうのは何の後輩ですか。あ、高校の後輩なんですよ。高校の、すごいですね。高校ちゃっておしんこじゃないよ。高校、ごめんなさい、ちょっと聞き漏れたな。いや、聞きそびれちゃいましたけど、はい、うん、それでライブ一緒にやったんだよね。ライブ一緒やりましたね。僕がね、吹きの塔の細坪さんのね、うん、ジャケットのデザインやってて、うん、細坪さんに実は僕歌も歌うんですったら、歌ってみろよっつったら、はい、ああって反応していただいて、はい、じゃあ一緒になんか遊ぼうかみたいな話から、はい、ちょっとねジョイントさせてもらったりね、一緒に遊んでもらったりしてる現場の中で、なるほど、一緒にもうプロフェッショナルな、はい、あの今井兄貴がドラム叩いていて、そうだそうだ、そうそうそう、それそこで出会ったんじゃない、で仲良くなったんだよね、はい、なるほど、なしろ We Love Takuro だって、最初 We Love Takuro だったんだよな。 We Love Takuro でしたね、はいはいはい、それも俺とハギで、でそれで、はい、ライブ活動とかさせてもらってね、うん、はい、はい、それで現在に至る、もうあの現在に至るんだけど、はい、まあ、ちょっと特徴的なことを話すと、はい、声がでかいんですよ僕、はい、声がでかいボーカリストで、あ、でかいな、うん、それで兄貴は、はい、今井さんはもう音のでかいドラマーで、だからこれは合うなと思って、だからあの、懐かしていただいて、はい、うん、なるほど、ぜひ太鼓を叩いていただきたい。そうだな、はい、それであのアイムの方にもよく出ていただいてますもんね。結構出てるよね。結構出ましたね。うん、ありがたいです。それで何？月に参加とか。人呼べないよって。萩、うん、はあれやね、あの例えば音楽以外の、はい、今のアートなんとかなんとか、うん、この仕事はもう長いんでしょ？アートディレクターは長いですよ。うん、もうずっとだから。ずっと？ずっと。学生終わってから。あ、終わってからずっと。へえ。一瞬だけコンピュータープログラマーってやったけど、はい、向いてなくて、そっから真剣に考えたら、はい、得意なことを生かすしかないと思って。はい、だから最初ほらデザイン学校とか美大とか行ってないから、うん、何でもやります状態で始め、はい、誰もやりたがんないような広告から始める、はい、そっから自分がやりたいような広告にどんどん転職し、はい、
うん、っていう、それがまあちょっとうまくいっちゃってっていうか、うまくいったっていうか、まあ、だから僕がやりたかったのは CD ジャケットとかってすごいやりたかったから、音楽もともと好きだから、だって絵とかさ、うまいじゃんめちゃくちゃ、あれって天性だよねあれね。俺みんなさ、うん、絵って描けるのかと思ってたっていうか、アイデアがポンと浮かんでそれで絵描けるのかと思ったら、うん、描けないじゃん、描けないだから、あ、そうなんかな、絶対天性だと思うよ。そう、絵は、うん、物心ついてから絶対かいずっと描いちゃって、うん、昔、うん、あの1枚1円の画用紙を100枚買ってもらって、うん、1日で描いちゃうとか、100、だから そういう世界。でもさ、吉田拓郎さんとか、はい、ハンギアフォークずっとやってたから、はい、まあ自分じゃロックだと思ってたけど、はい、そっか、そうそうそう、拓郎さんって俺はの中でロック、あ、そっか、そう、だから4畳半フォークとかそっちが絶対いかなかったから、ああなるほど、症状、うん、的なもんはいいかな。それの話は大好きな拓郎さんの話とか、拓郎さんの話、トゥイーバーだって萩だもんな、ね、実際な、そう、うん、あのね、あのルーツは、音楽のルーツはやっぱりどっから考えても吉田拓郎さんなんですよ、うんうん、っていうのは、うん、要するにずっと漫画描いてた、うん、絵を描いてた、うん、あのある日、拓郎さんの曲が聞こえてくるんだよね、はいはい、でそれでね変わってっちゃった、はい、だから漫画描くペンがギターになってったっていう、うん、だから変わっちゃったんだよね。なるほどね、うん、それから吉田拓郎にハマったハマっちゃった、だからハマったのはね、うん、あの学校のねホームルームかなんかの授業だったか、はい、うん、音楽の授業だったかちょっと忘れたけど、小学校、はいはい、小学校の時に、はい、ね、自分じゃライバルだと思ってた男がいたわけです、はい、でそいつが、うん、あのギターを弾き語って、はいはい、うん、ギターを弾いたと、ギター弾いて、だから小学生でギターを弾くっていうのは珍しい時代で、そうですね、うん、それで人間なんてっていう、はい、まあちょっと歴史の頃の名曲があるんですけど、それを弾いて歌ったの、はい、その子が、はい、俺のライバル、俺は勝手にライバルだと思ってたやつが、はいはい、そしたらクラスの女の子が全員そいつのファンになっちゃったわけ、あららで、それでこれいかんと思ったの、はい、だから拓郎の歌が良かったっていうよりも、はい、女の子がみんなそっち行ったっつうのが衝撃だった、うん、あ、みんなキャーみたいな、はい、だからこれで音楽やんなきゃって、だからでその人間なんてのアルバムとかさ、拓郎、うん、さんの曲っつうのを聴き出して、はい、それで気がついてハマっちゃった、ほー、うん、なるほど、なるほどね、面白い、でも拓郎さんすごくいいもんね、吉田拓郎って言えばさ、ね、そうですね、良いんです、俺も正直言って、はい、萩と知り合ってから吉田拓郎俺は聞いたタイプだ、はい、矢沢さんですもんね、そうそうそう、キャロルな今井さんの感じだね、あのそれからは拓郎さん好きになったもんね、うん、言われてみればロックだよな、かっこいいね、ライブ版なんか、うん、ライブかっこいいですね、ライブは、うん、ライブはっていうかスタジオもいいんだけど、うん、ライブが真骨頂ですね、やっぱ拓郎さんね、うん、まあそういう中ハギもね、はい、自分でアルバムを出してると思うんだけども、はい、この辺でハギの曲をよくいきましょうかね、はい、ありがとうございます、はいはい、では曲紹介を、それではちょっと名刺代わりに、はい、運命ドライブ、俺のキャンバス。
はい、では運命ドライブ聴いていただきました。お、はい、これかっこよかったね、これね。ありがとうございます。これロックだね、めちゃくちゃね、これね。はい、ああ熱くやらさせていただきました。これ、はい、これはね、激しい歌だと思うよ。ちょっとね、あのやっぱ詩に出ちゃうですよね、はい、思いの丈が、ね、いや熱いっすよね、もう詩がめちゃめちゃいいですよね、熱い。歌詞もいいよね、いろんな曲。いや、嬉しいですよ、それ。もっといろいろ聞いてほしいですよね。いいのかな、みたいな。運命ドライブ、ダダダダ。ではですね、はい、萩さんに今後のライブの予定など、お知らせなどがあればお願いします。はい。ですね、このコロナウイルス騒動も収まらない中、収まらぬ中、中、3月31日、はい、にですね、一君ハギ、ハギ一君、出させていただきます。こちらのアイムで、はい、オープニングアクトで出させてもらうんですけれども、はいはい、このメインアクターがですね、これまたすごい。はい、実は柳田博さん、長須辰巳さん、はい、それでこちらのね、尊敬する今井義康兄貴のユニットで、はいはい、ライブが行われますね。ヒロさんのまた話もしちゃいんだけどさ、ヒロさんといえばね、やっぱり僕は吉田拓郎さんになっちゃうんですけど、はい、吉田拓郎さんの歴史的名盤おとぎ草子の全面アレンジをされてるし、はいはい、そこら辺の時期のシングル版、はい、置き去りにした悲しみはとか、はい、あの金曜日の朝とかも全部ヒロさん参加されてて、はい、もう一時期拓郎さんのにべったり、おしゃれなんですよ。だからその頃の拓郎さんの楽曲がね、はい、なんかおしゃれなの、おしゃれっつうか、まあ、おしゃれでロックで、それってもヒロさんさ、さすが八郎だよな、誰ですか誰の話ですか、さすが、あの知らないでしょ、若い人は、はい、あこれ実は毎回恒例になってる、まあ、ツッコミって言ったじゃん、じゃあもう一回行く、いやいや全員ボケなんだよ、ね、2回目はないですよこれだよね、はい、ボケツッコミがねちゃんとバランスよくいらいんだけど、はい、俺やっぱり冷静に見てもみんなボケだからこれそうなんですよ、俺もちょっとボケたい方ではあるんですよね、そうでしょ、俺ボケたいんだよ、はい、うんうん、まあそういうことで、はい、ぜひ、はい、よろしくお願いしますと、はい、いうことです。では萩一君でした、はい、どうもありがとうございました。感じがいいさ俺を燃え上がらせに奪われてもそしてなくしても、みゆきの成長日記。はい、またしても始まりました。このコーナーは普段テレビを全然見ずに生活している我がミュージックボックスアイムのみゆきさんが笑いを勉強してお客様との会話をより楽しいものにするためツッコミマスターになってもらおうというコーナーです。はい、こんばんは、どうも。こんばんは、皆さんにこんばんは。こんばんは。はい、そういえばみゆきさんって誰ですか。私ですか。はい、銀座6丁目の、はい、ミュージックボックスアイムのみゆきちゃんです。はい、あのみゆきさんは店長なんですか。違います。そうなんです、僕が今店長なので。何ですか役職は。昇格しました。昇格しました。昇格って なんじゃあ何なんですかね。分かんないです。これはおいおい社長に聞きましょうということですね、はい、ではみゆきさん好きな食べ物何ですか。好きな食べ物ですか。はい、ハンバーグ。あーなんか流行り取り入れてきましたねお、意外といいじゃないですか。あのじゃあ好きな季節は何ですか。季節ははい、今じゃあ行きましょう。どんどんボケていきますので、じゃあ第1問。豆腐にぶつかって複雑骨折しちゃいました。どんだけ弱いんだよ。 まあそうですね、それしかないでしょうね。はい、続いてみゆきさん100万円貸してください。明日返してください。まあいいのかもしれないですけどね。はい、じゃあ続いてピッチャー第1球振りかぶって食べた。え、何食べたんですか。何かじゃないかもしれないですね。まあ正解はないでしょうけど。はい、では本日は以上です。ではみゆきさんに突っ込んでほしいボケもですねメールで募集しておりますので、皆様と協力してみゆきさんを成長させていきたいと思ってます。最後にみゆきさんどうぞ。皆さんからのナイスボケどしどしください。お待ちしてます。はい、では以上みゆきの成長日記でした。みゆきの成長日記。
はい、どうでしたか、みゆきの聖人記第2弾ということで。最高ですね。なんとも言えない、なんとも言えない間が、ね、はい。でもなんかさ、純平とみゆきちゃんのなんかこう、はい、二人合ってるね、あれね。はい、だんだん波長が、はい、うん、合ってきて始めた気がします。本当に面白いのかなと思って聞いてるんだけど、はい、うん、楽しいね。そうですね、めちゃめちゃ笑えるかと言ったらそうでもないですけど、うん、なんとなく面白いみたいな感じありますよね。そういうね、はい、みゆきちゃんもしぜひ、はい、あの会ってみたいなとか、はい、顔見てみたいなという方がいらっしゃいましたら、はい、銀座のアイムの方に足を運んでいただければ、はい、運んでください。はい、はい、冒頭に言ったやつどきさんのお菓子をお土産に持ってきてくださいね。よろしくお願いします。はい、はい、はい、ありがとうございました。はい、続いてメールコーナーです。はい、はい、今回はテーマで出会いと別れということで募集してたんですけど、まだあの残念ながら来てなかったので、うん、社長が先週言ってたあの先生との思い出ちょっと聞きたいなと思って。思い出だよね。だから出会いっていうか別れっていうか、はい、まあ、はい、別れの方なのかな。どっちなんですかね。出会って別れ、まあ出会って別れてをギュッとって感じですか。ね、まあいい話っていうか、はいはい、思い出話っていうか、はい、僕の小学校の頃の話なんだけど、はい、小学校のね、高学年の時に器楽部っていうクラブに入ってたのね。はい、でその時に小太鼓打楽器だよね。打楽器、はい、打楽器を担当してて、はい、楽しくやらせてもらってたんだけれども、はい、その時なんか僕がドラムが上手かったらしくて、はい、その先生が、はい、ゆうちゃんドラム上手いのねって褒めてくれてたわけよ。はい、でも子供ってさ、はい、てられるとさ、あ、そうですね、わかります。テンション上がってさ、はい、どんどんやっちゃうと、やっちゃう、やっちゃうでしょ、はい、自分もそうでしょ。はい、わ、はい、かります、わかります。わかるでしょ、でそれなんで、はい、頑張ってドラムを垂らしたの、太鼓をね、はい、その時に卒業式の日に、はい、よっちゃんって、ね、はい、卒業式の日もよっちゃんドラムうまいんで、はい、垂れてくれないかなって言われたのよ。はい、で、あの蛍の光だとか、その時曲効果とかね、はい、それもちろん叩き終わって、はい、で生徒とあの父兄が、はい、退場して、はい、まあ、体育館だったか行動だったか忘れたけど、はい、一番最後まで垂らしたのよ。はい、その時に最後残ったのが僕とお袋と K 先生にしていきましょう。はい、K 先生に、うん、今は九州にいますけど。あ、そうなんですね。はいはい、あの K 先生3人だったのね。はい、その時に、いや、よっちゃんって、はい、あなたはドラマが本当にうまいのよ、はい、天才に近いのよって本当に言われたのよ。はい、覚えてるの、はいはい、だから一生やってねって言われて、私は今もやっております。あ、その言葉を胸にというか、やっぱりそうなんだよ。やっぱりちっちゃい時に言われたその言葉ってどっかに残ってるんですね。その場面とか全部焼き付いてるよ。あ、だから会いたいなと思って、はい、で仕事でね、まあ、ジュンディペイトメンバー仕事一緒にしてるけど、はい、ツアーとか行った時にでも、はい、例えば九州行ったら、はい、ぜひ演奏見てもらいたいなっていう思ってます。はい、いい話でしょ。はい、それで、はい、たまたまね、はい、去年の、去年12月だったかな、11月だったかな、ああつい同窓会があったのよ。あ、同窓会ですか。うん、はい、その地元のね、はい、その時に、はい、同級生にある局のアナウンサーがいるの。局のアナウンサーですか。はいはい、そいつにね、よっちゃんって俺ケイ先生と会ってきたよって、おー、九州に仕事で行ったんだって。そ、うん、でそしたらすぐね、はい、いや、よっちゃんのこと言ってたよって、元気でやってんのって言ってくれたんだって。え、もう50年、まあ、半世紀前の話ですか。そうだよね。そうですよね。だって10小学校ですもんね。12歳、うん、だから俺48だから、あ、違うか。まあ、それでね、あ、分かりづらいやつだ。で、はい、言われたのよ。はい、で携帯電話を教わって、はい、先生の、ほうほうほう、電話したの、はい、すぐ分かってくれてさ、あら、もしかしてよっちゃんって言われて、すごいっすね、元気なのって、ドラムやってるの、あらら、もう涙出てきちゃってさ、やってます、ね、嬉しくて、まあそういう話なんですけどね。だからまあ CD 送ろうかなとか、はい、買ってくれたのかなとか、はい、ね、だから思ってるんですけれども、はい、でまだ先生にこの前連絡したら、はい、メールでね、はい、やり取りしたら、はい、まだ買ってない、はい、じゃあ送りますって言って、はい、じゃあ私に買わせてって、はい、こっちで買うからいいわよって言ってくれて、このラジオも聞いてくれてるの。え、じゃあ今も聞いてくれてる可能性があるということですか。多分、素晴らしい、素晴らしいでしょ。 いいですね。なんかいいでしょ。だからまあなんて僕の思いっていうか、先生に対する気持ちっていうか、はいはい、ずっとこの心の中にね、はい、あるのよ、はい、で会いたいなって気持ちと、まあ、そんないい話をちょっとさせていただきました。あ、いや、素敵ですね。なんでね、いや、いいですね、本当に。なんか、はい、うん、はい、はい、なんで、はい、入っちゃって。はい、次は、はい、で、あの反響なんですが、うん、冒頭でもちょっと紹介したんですけども、はい、あの内海さんの
トーク、うん、はい、うん、よかったですよだとか、うん、あとあのみゆきの成長日記ですね、ちょっと反響やっぱり多くてですね、うん、はい、次回も楽しみにしてますだったりだとか、うん、笑いましたというようなお話がいただいております、うん、で社長と俺の掛け合いが自然でいいですよとまあ毎日一緒だからな。あ、そうですね。毎日歌ってるしな。そうですね。まあそういうことでございますよ。はい、はいはい。ではメールですが、まだ引き続きこの出会い別れのテーマでメールを募集してます。はい、あとはみゆきの成長日記と、はい、あのご意見ご感想あれば、うん、あ、はい、でメール読み上げますね。はい。お願いします。はい、info@jiy.jp です。でファックスが 03-6693-9571、はい、でございますので、はいはい、ぜひよろしくお願いします、はい、ということで、はい、まあ、もう最後なんですが、はいはいはい、ライブの情報なんかをこのミュージックボックスアイムで行われる、はい、ライブ情報をお伝えしたいなと思います、うん、はい、お願いします、はい、まず来週ですね3月24日、はい、長須辰巳さんライブと、続いて3月31日、はい、先ほど萩さんもおっしゃってましたが、はいはいはい、柳田博さんと長須辰巳さんのライブと、はいはいはい、いうことで続々決まっております。来月はそうですね、来月は結構いい感じのが決まってるんですよ ね、はい、続々決まってるんですが、まあ、まだ、お楽しみにということで、はいはい、持ってぶってますね。はい、じゃあ今日はそんな感じでございます、はい、何か最後に言い残したことありますか。もっと話したいんだけど、はい、別れとか出会いとか、はい、また次回ってことでね。そうですね、次回でいいでしょう。来週はどういうテーマでやる。まあ来週も同じ、はい、の募集してるんで、はい、ぜひ読み上げますのでください、メールをよろしくお願いします。ではバイバイ。I'm still